マヌケを愛せる、役者を愛せる、エルセックス教と結婚するってどうしたらいい？愛しているならその通りに。二人とも苦しめと。彼女も苦しむかは。俺を愛してるんだぞ。そう言ったの？いや、でも見ろ、涙でインクが滲んでいる。これを渡すとき泣いていたか？ああ、ウバから預かったので。おばさん？そう、おばです。でも少しは泣いたのかも。どのくらい好きなんです？病に倒れるほどと同時に力もみなぎる。そう、雨と太陽のように、寒さと暑さのように。綺麗な方ですか？田舎から出てきたばかりでまだよく顔を見る機会がなくて。どうなんです、美人ですか？トーマス、彼女の瞳の美しさといったら、見つめているだけで吸い込まれそうになる。じゃあ唇は？唇？朝露に濡れたバラでさえ自分を恥じてしぼんでしまう。じゃあ声はどうです？ひばりの歌声。静かで深いよ。そんなに甲高くない。ナイチンゲールでも彼女の歌を邪魔したら追っ払ってやる。へえ、歌も歌うんだ。もちろん。その歌声は竜との奏でる調べのよう。そして胸は？胸の話はもうしたっけ？胸はどうなんですか？ああ、トーマス、ふっくらと丸いみずみずしいリンゴのような胸なんだ。あなたを遠ざけようとして正解なのかもしれない。だってそのうちその愛に応えられなくなるもの。目や唇や声が僕よりも綺麗じゃなくなった時に。そうだ、それに第一、金持ちのお嬢さんと町場の詩人兼役者が本当に愛し合ったりできるんだろうか？もちろんできるさ。愛を隔てる川など存在しない。国王役の貧しい役者と女王陛下の間にだって愛は生まれる。生まれたらそれを育てなきゃ。愛を否定したら魂だって枯れてしまう。だから伝えてくれ、ウィリアム・シェイクスピアが庭で待っていますと。でもウェセックス卿。一度のキスで千人のウェセックスと戦ってみせる。どうも、お嬢さん。お嬢さん？ヴァイオラ・デ・レセプス。子供の時から知ってる。ヒゲがあったってわかる。ところで俺さ、こう見えても本書いてんだ。ああ、ちょっと読んでくれよ。あんた本屋紹介してくんないかな。マヌケを愛せる、役者を愛せる。待って、初めてだろ。本当にこの僕でいいのかちゃんと確かめた方がいい。あなたは作家のウィリアム・シェイクスピア。そうだ。じゃあもう一度キスして、あなたでいいの？